アラメさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay リレーキャンペーン&PayPay 残高もらえちゃうキャンペーン開催ということで、今回は PayPay より2つのキャンペーンが同時に発表されました。そして、この2つのキャンペーンを1年の流れにしてどんなものかっていうのをざっと踏まえてお伝えしていこうかなと思います。ということで今回発表されたキャンペーンは2つ、 PayPay を受け取ったユーザーが抽選で PayPay ボーナスを獲得できる PayPay リレー、そして PayPay を送ったユーザーが抽選で PayPay ボーナスを獲得できる PayPay 残高もらえちゃうキャンペーンということですね。このキャンペーンは簡単に言うと PayPay で送金を使って受け取ってみようというのは、まあ、以前ちょっと LINEPay にもあったキャンペーンに少し違うんですけど、近いんですけども、ちょっと違うっていう感じですね。で、期間は7月の8日から7月の14日までということですね。もうすでに始まってます。早速なんですが、これをまあ一つ一つ説明するというよりかは、まあ、この流れをイラスト付きでお伝えしていこうかなと思っております。ということで、まずキャンペーンの流れなんですけども、この送り手の方がまず PayPay から100円から1000円相当以上の PayPay をまず送付します。まずこの受け取った側の方は、今回 PayPay のキャンペーンでもあるリレーウォレットの抽選というのがスタートします。そして受け手の方が当選をすると、リレーウォレットにアクセスすると、ここの PayPay リレーを始めるというリンクが表示されるので、ここをタップしたら1000円相当から1万円相当のリレーウォレット残高というものがランダムで設定をされます。なので、まあ、ここに関しては人によってバラバラになってます。そして受け手の方はチャレンジするをタップすると、そしたら10円から1000円相当でランダムで設定された額のPayPayボーナスを獲得することができます。ちなみに受け手の方が獲得できるPayPayボーナスっていうのはリレーウォレットの残高のうちの数だけとなっています。で、今度ですね、その受け手の方が他の方にメールや LINE など SNS、まあ Twitter も使えるんですけども、そういったのを使ってシェアすることができます。で、この複数の方にも送ることができて、送られた人でリレーウォレットの残高を山分けします。ちなみにこのリンクを送れる人数に制限はありません。で、今度リンクを受け取った方はどうするかというと、この参加するというところをタップして、PayPayリレーに参加します。で、参加した方もリレーウォレットの残高から10円から1000円相当のPayPayボーナスがランダムにもらえるようになってます。で、またリンクを受け取った方もさらに複数の人に送ることができて、リレーウォレットの残高を山分けして、こちらもリンクを送れる人数に制限はないようになってます。最終的には最初に設定されたリレーウォレットの残高が0円相当になるまで繰り返します。そしてリレーウォレットの残高が0円になると、PayPayリレーはそこで終了ということになります。最後に注意点なんですけども、このリレーウォレットの残高を獲得できるっていうのは1回のみとなってます。そしてキャンペーン期間中の合計付与上限は1人当たり2500円相当となってます。そしてリレーウォレットの残高から獲得したPayPayボーナスは即時付与されるということですね。ということで今回はPayPayリレー、そしてPayPay残高もらえちゃうキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。詳しい内容などに関しては下の概要欄にキャンペーンのリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。